こんにちは、サチです。今日はですね、久しぶりにコストコに行ってきました。はい、まあこれ一つの袋じゃなくて2袋分になります。今回はですね、ちょっと久しぶりに行ったんですけども、20点29,846円分買ったので紹介をしたいと思います。それではどうぞ。はい、まずはですね、チラシとメキシカンサラダラップありましたので、どうぞ。海鮮漬けチラシ、美味しそう。イクラとサーモンとあとエビ入ってます。2580円で、今日はね200円引きぐらい入ってました。じゃーん、メキシカンサラダラップ。これ1個食べちゃったんですけど、5本入りになってます。もうこれね、本当にコストコの中で私一番好きな商品なんですけど、最近全然店頭に置いてなくて、今日も朝行った時には最初置いてなかったんですけど、中でね作ってるのが見えたので待ちました。ゲット。これちょっとピリ辛でね美味しいんですよ。結構大きいです。はい、続きまして冷凍、これはいつもの冷凍のカットほうれん草です。これも冷凍庫にいつも常備しているので、これなくなっちゃったので買いました。ビーフラザニア、これ本当に美味しくて、クリーミーさもちょうどくどくないし、ビーフの味付けもすごい美味しいです。なのでこれもいつも買います。開けるとこんな感じで、はい、2個入ってます。で結構大きい、浅いんですけど大きいので、2人で食べると全部食べきれるかどうかっていうぐらいの大きさになります。なんですけど味はすごい美味しい。なのでできればカットして冷凍に回した方がいいんですけど、私硬くって何回かやってるんですけど切れずに、毎回このまま1個1食で食べるようにしてます。豚三元豚バラしゃぶしゃぶ、1925g の2156円になります。三元豚のシリーズも美味しいのでいいんですけど、今回は薄切りのものにしました。もうちょっと厚めのものもあるんですけど、結局薄い方が何でもちょっと使いやすくって、これはしゃぶしゃぶ用みたいになってるんですけど、薄切りなので炒め物とかでも美味しいです。じゃーん、ビーフリブフィンガー 1.42kg 3522円の塊を買いました。塊のお肉は小分けに切って冷凍するんですけど、薄切りにしたい場合は冷凍少ししてから切った方が薄切りはしやすいです。大きくカットするだけだったらそのままでもいいんですけど、薄切りするときはちょっと冷凍に回してした方が切りやすいです。だーん、三元豚ヒレの真空パック 1.86kg 2195円。これもね、厚さ自分の好きな大きさに切って、まあ一回洗ってキッチンペーパーでちょっと拭いて、こういう白いのとか取れるところはちょっと取って、で好きな大きさにカットして食べるといいです。でとんかつなんですけど、何かで見たんですけど、とんかつする際の小麦粉をおからパウダーで、卵でパン粉の代わりにオートミールをつけるっていうのでやるとダイエット食にもいいそうなので買ってみました。で三元豚自体は美味しいので、これ自体は初めて買ったんですけど結構信用してます。なので今度そのやり方でとんかつやってみようかと思います。桜鶏、今回は胸肉にしました。これはパックがですね4パック入っていて、だいたい1パックに胸肉2つ入ってる感じになってます。たまに大きいと1個の場合があるんですけど、今回はどうだろう、ここがもしかしたら1個かもしれないんですけど、これもサラダチキンとかにしておくと食べやすいし、さっぱりしてるのでサラダにのせたりとか、パンに挟んだりとか使えるので、桜鶏シリーズも美味しいです。でお魚はこれもまあいつものなんですけど、マグロのたたき 500g かな、1380円。
カットブナしめじ、これもいつも買います。でこれもキノコ類は冷凍に回して使いたい分だけ出して使うんですけど、冷凍1回した方がキノコ栄養価が上がるみたいなんで、いつも冷凍に回してます。1個1個結構大きいんで食べ応えがあります。炒め物とかスープ系とか、これも何でも使えるので、ほうれん草と一緒に常備してます。あとはカレーパン、ミニカレーパン、これもあるとお昼とかね、おやつとかにも食べやすいので、ちっちゃいこのぐらいのシリーズ何かしらいつも買うんですけど、今回はカレーパンにしました。これもレンジで温めてからちょっとトースターに入れたりするとカリカリで美味しいです。はい、こんな感じで6個小分けに入っていて、このシリーズはですね、パンが途中まで焼いてあると言いますか、自分で最終トースターに入れて焼くと焼きたてパンが食べられるんですけど、その中でもこれライ麦とかひまわりの種とかが入ってるこんな感じのパンです。このパンはもちもちしてて本当に焼きたて美味しいんですよ。で何がいいかっていうと、このシリーズは、まあ、いろんな種類があって、ちっちゃいパンが1つのところに6個入ってるのがくっついてるバージョンとか、2個入ってるバージョンとか、大きさもいろいろあるし、このライ麦みたいなパンもあるんですけど、常温保存ができるんですよ。それがすごい良くて、今回もお肉、牛も鶏も豚もって言って結構買ったので、冷凍庫いっぱいになってきちゃうんですけど、これは常温保存が効くので、冷凍物がいっぱいの時はこのシリーズを買います。で200から220度で10分から12分焼いてくださいっていう感じになります。はい、ピザも買いました。でパンチェッタモッツァレラで買いました。これは1680円でした。これも小分けにして冷凍にしておくとピザ食べるんで、ボールド91個入りの詰め替え用ですね、買いました。もうちょっとでなくなりそうだったんでこれ買いました。コーヒー、これもインスタントなんですけど美味しいので、もう切れちゃうので買いました。はい、ダブのシャンプーを買いました。 6.2 個分、 2.2 キロ。シャンプーとかトリートメント、自分用はちょっと違うの使う時もあるんですけど、旦那が使う分とか、あとボディーソープもなんですけど、そのちびっこが来たりするので、子供も使いやすいものを最初から詰め替え用を買ってます。お菓子はこの低糖質のプロテインクッキーをまた買いました。やっぱね、夜とか小腹が空いちゃう時はあるの でこれは小分けになっていて14袋分入ってて、で低糖質とプロテインで、味は素朴な味ですね。タンパク質1袋あたり 3.8g となので、であとちょっと固めのクッキーなので噛み応えと言いますかあって、私は割と好きです。本当大豆っぽい味がします。こんな感じで小分けになってるので、1袋 18g だそうです。で89カロリーこんなもんだったっけな。あとバスティッシュ買いました。トイレットペーパーになるんですけど、大きいので写真だけ開けときます。なのでそれもラスト1袋ストックしてあると安心ですよね。こんな感じだったかな。コストコ行くと誘惑がたくさんあって、あ、オートミールね売ってました。うちはねちょっとスーパーとかで買いだめしてるっていうかあったので、今回は買わなかったんですけど、私は神奈川県のザマー店にいつも行ってます。はい、っていう感じで今回は20点ですかね。多分全部紹介できたと思うんですけれども、でストックにこう小分けするのちょっとめんどくさいんですけど、でも美味しいし、買い物ちょこちょこ行かなくてよくなるので、うちは結構コストコで買いだめをしております。であとはフードコートでメロンのスムージーっていうかシェイクみたいなのがあって、夕張メロン、はい、今回初めて買ったのブロックのカルビとか買ったので楽しみです
じゃあ切り分けます。バイバーイ。